ようこそいらっしゃいませ。いらっしゃいました。ありがとうございます。本当に今日はね、たくさんお集まりいただいて、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。二人合わせてドアエモア。ちょっと古い。二人合わせてドアエモアは古いんちゃうの。お二人は明徳はい、そうです、そうです、そうです、ファイトファイト言ってやってました。ソフトボールで、私はピッチャーです。私キャッチャーでロース。何の話だ。それがね、去年ね、去年行くよ姉さんがね、もう僕に告白してくれはったんですよ。私ずっとピッチャーです言っててんけど、ほんまはセンターやねん。そうですよ。それ姉さん言わんでもよろしい。正直それ僕もここで言わんでもいいんですよ。いや、こんなとこなんと正直足出して腕やっちゅうんやん。これもいや、ええかんなことないですないか。ますます聞きたいです、はい、ね、すいませんね、地味な衣装でそれさっき林海蔵がやってましたそれはいいのか。そうか、それはいいんですけども、ね、でも京都にね、はい、こうして。いや、これそうやん。お二人の映画っていうのはど高校時代、中学時代、やっぱり、やっぱ私小学校時代ぐらい、ね、古谷さんがもうほんと3本立ての時から見てありました。来ましたね、いろいろ新京極も東方行楽もいっぱいあって。そうそうそう、当時は、ね、うん、私にいる近所三部寺の近所でもね、三部館ってあって、三部にも映画館、はい、もうそれは老舗でね、はい、めちゃめちゃ古い映画館ですけど、必ず東映の映画がね3本立てやね。よろしかったですね。一旦終わったら外へ出されて、お客さんをね、はいはい、そんなんじゃなくもう朝から弁当持ってずーっと一日おってもいいんですね。何回見ても入れ替えなんか、入れ替えじゃなかったんですね。で、サインもあったしね、あの、それから西新道商店街にもありましたしね。ありましたね、サインも西陣もね、はい、今千本もまだあるしね、ありますけど、今八丈口にね、ドーンと大きいのができたりしましたから、素敵なところね。もちろん新曲もありますけども、はいはい、私はもうね、映画館の持ち主 の、 あのお嬢ちゃん、はい、娘さんがやはって、はいはい、その人と同級生やって、はい、もうずっとタダで入れてもらってね、映画館で娘がやはって、あんまりそんなこと言う、ま、もう正直やからね、まあ小さい時やから、正直もやから、小さい時やからね、まあまあそう、肩パンね、肩パンまで5円でこうて、ね、黙ってたら分からへんのに、だんだん年張りそうやろ前の外国の記者の方すごい顔して見てくれますけど、ああナイスミーティングボンジュー、誰だこの子たちはみたいな顔してジャパニーズアクトリース、すいません、向かいの劇場行ったら毎日のように出てますのでよろしくお願いします。祇園花月の方もね、はいはい、ぜひお運びいただきたいと思いますが、本当に今回はあの映画だけはなしに、アートも、はい、京都の街は本当に素晴らしい芸術の、ね、街ですから、ね、どこ行っても絵になりますね、はい、ボンジュー、ね、お二人にはなんでフランスって決めたんですか。なんでフランスって決めたんですか。フランスオーナーという感じもした。もう本当お二人には京都国際映画祭の顔としてこれからも活躍いただきたいと。嬉しい、喜んでます。そうです。だからね、京都にはまあ三大祭りで古式豊かなね、はい、祇園祭り、葵祭り、大祭りありますけども、はい、それプラスワン、はいね、この映画祭お祭りにしたい。そうですね、歴史の一ページを本当に飾りたいと思うんでね。本当ですよね、皆さん一つ応援の方よろしくお願いします。私たちも頑張りますので、頑張ります。よろしくお願いします。本当に嬉しい。お二人本日はもうわざわざありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。今久代さん久代さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。